レースオートカゲは、ユーロコモクオートカゲかオートカゲ族に分類される、トカゲ。オートカゲ族の模式種。別名レースモニター。オーストラリア模式産地は、ニューサウスウェールズ州。全長オス150から180センチメートル。メス120から150センチメートル。体重3.6から4.5キログラム。体色は、安灰色や黒褐色で、黄色の反転が、 横帯状に入るが、地域変異が大きい。ニューサウスウェールズ州の個体群は、喉や、名食藩が青みがかる個体が多い。孵化直後の幼体は、全長28センチメートル。成長に伴い、体色は黒ずむ。熱帯雨林やサバナ内にある森林など様々な環境に生息する。都市部周辺にも生息する。地表でも、樹上でも活動するが、 受情性傾向が強く幼体では、より顕著。危険を感じる時を、螺旋状に登って逃げる。追い詰められると口を開けて、うなり声を上げたり、講師で直立し威嚇することもある。哺乳類、蝶類やその卵、ひな、爬虫類、昆虫、同種も含む動物の死骸などを食べる。繁殖様式は乱生。メスをめぐって、オス同士では噛みつくひっかく。 儀式的な特っみ合いをするなどして、激しく争い、この争いにより命を落とすこともある。オスはケー部を振りながら、メスに近づき、メスの体側面を下で刺激してから、メスの上に乗り交尾を迫る。シロアリのアリ塚などに1回に6から12個の卵を産み、産卵後に、シロアリが活動して、穴を塞ぐ。卵は6から8週間で孵化する。 母親が塞がった穴を再び開けて、容体を外へ出すとされる。ありがとうございます。